松山市大街道2丁目のコーヒー&ギャラリー花壇で近藤敏恵さんによる羽子板展が開かれています。こちらの花壇では一番町で営業していた折から店内にギャラリースペースを設けており、お店を訪れたお客様に楽しんでもらおうとさまざまな展示を行っています。今回は新しい年の始まりを作品を通して感じてもらおうと、新居浜市在住の近藤敏恵さんが制作した羽子板などおよそ40点の作品が並んでいます。電磁石や鏡獅子、文楽などさまざまな題材を伝統の技法で制作した作品の数々を楽しんでみてはいかがでしょう。この展示は1月30日までコーヒー&ギャラリー花壇で開かれています。